ライアン軍はアメリカ合衆国カンザス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は33,690人であり、2000年の35,935人から6.2%減少した。軍庁所在地はエンポリア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ライアン軍はチェイス軍と共にエンポリア小都市圏を構成している。 2009年推計の都市圏人口は36,399人である。軍名は南北戦争のウィルソンズ・クリークの戦いで戦死したナサニエル・ライアン将軍にちなんで名付けられた。なお、ライアンズという都市はライス軍の軍長所在地である。ライアン軍はアルコールを禁じる、すなわちドライの軍だったが、1986年にカンザス州憲法が修正され、 住民は投票で個人がたしなむアルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限がついた。この制限は1992年の住民投票で撤廃された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は855.14平方マイルであり、このうち陸地は850.87平方マイル。 水域は4.27平方マイルで、水域率は0.50%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。ライアン軍は11の軍区に分けられている。エンポリア市は政治的に独立とはみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で、 人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。アール・リー・アー・メイ、1944年3月24日、エンポリア生まれ、アメリカ海兵隊の軍人、強連指導官、俳優。映画、フルメタルジャケットの、ハートマン一等軍装役、アラン・パーカー監督の映画、ミシシッピー・バーニングのティルマン少佐役。 テキサスチェーンソー及びテキサスチェーンソービギーニングのホイトホワンカ役で知られ、また劇場版、アニメ、トイストーリー1から3の軍曹の声優もこなした。ウィリアム・アレン・ホワイト、新聞編集者、政治家、著作家、進歩主義運動の指導者。1896年からその死亡する1944年まで中流階級の象徴的発言者となった。 1922年7月27日に出版された気がかりな友にと題する論説で1923年のピューリッツァー賞を獲得した。1922年の大鉄道ストライキに参加した者たちへのカンザス州の扱いに抗議し言論の自由に関する論争中に逮捕された後のことだった。モード・スティーブンス・ワグナー、1877年2月。 カンザス州ライアングの生まれ。アメリカのサーカスパフォーマー。アメリカ合衆国で最初の女性タトゥーアーティスト。手彫りのタトゥーにこだわって彫り続けた。ありがとうございます。